どうも、ワッキーかいやまでーす。ワッキーかいやまの夏ガチャ紹介。今回もですね、山形県川口町のプラットプラザからお送りしようというわけでございますね。はい、2017年10月の末までこちらでガチャガチャ展開催中です。なんと幻のコスモスボックス機も現役で稼働中ということでね。じゃあ早速ちょっとやってみましょう、ね、お、出ました。いやー、いわくのものが当たりましたね、こちらね。金ファーマン消しゴムとは言えずにですね、ジャンボ消しゴムね、ジャンボ人形消しゴムということで、まあ、この辺あたりの逃げ影があれですけどね。さあ出てきたのは、あー、見覚えありますね。金マンのね、じゃなくてジャンボ人形ということで、まあ確実にね、こちらの皆さんはまあね、皆さんご存知のあのヒーローだと思うんですが、なかなかあの版権の問題上ですね、コスモスはジャンボ人形として売るしかなかったっていう、非常に闇歴史的な感じがありますけどね。でもこれね、当時ね、ゲットしてね、本物が当たったってね、喜んだんですよ。中に入ってるのはね、まだね、この金まあね、だったらいいんですけど、全く見たことがない超人が当たったりとかしてね。はい、そんな素敵な時代がありました。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ワッキーかいやまでした。また見てねー。